ペリエシャツ半島の位置ペリエシャツ半島は、クロアチアのダルマチア南部にある半島。ドゥブロブニクネレトは軍の一部であり、クロアチアで2番目に大きい半島である。ストンから始まる峡谷から、ロビスタ岬まで、長さは65キロメートルに及ぶ。ペリエシャツという名前は、オリビックの街の丘の名前、ペリセックに由来しているとされる。ペリエシャツと呼ばれるようになったのは、最近のことで、 歴史を通して、ストンスキー・ラット、ブンクタ・スタグニー、ポンタ・ディスターニョ、サビインチロといった他の名前も使われてきた。半島にはカルスト地形が広がる。半島の西部には高さ961メートルの最高峰がある。ペリエシャツ半島のカルスト地形、ペリエシャツ半島で最も初期の知られている歴史的記録は古代ギリシャのものである。この地域はイリリア戦争後に、 ローマのダルマチア地方の一部となった。ローマ人の移住は間もなく続くようになり、6世紀にペリエシャツ半島は東ローマ帝国統治下に置かれた。6世紀と7世紀の民族大移動でアバール人とスラブ人はバルカン半島西部に到達し、ダルマチアの海岸に沿ってネレトバ川がアドリア海に入る地域の内部から支配権を握り、コトル湾へと侵入した。彼らが 海岸に定住し始めると、地元の沿岸住民は島に追い出された。で、アドフェンマント・インペリオの一部だった。セルビアのステファン・ネマニアの兄弟である、ミロスラフ・オブ・ハムは、ザフムリエを持ち、ストンに首都を置いていた。ザミューリエはミロスロブルジェビック家の代々の土地だった。1219年、セルビアのセーサーが、ストンにハムの軍資国を設立した。やがて、 セルビアの王のステファン・レマニッチは土地の再分配を行い、ペタルの弟のアンドリアにストンとペリエサックを譲渡した。1325年1月22日、ステファン・ウロシュ3世でチャンスキは、ストン氏とペリエシャツ半島の彼の開事所有物をラグサ共和国に売却するための文書を発行し、1333年にラグサ共和国に手渡された。 フランス帝国は1806年に旧共和国を廃止してこの地域を占領した。1815年にオーストリア帝国に与えられ、1867年以来、オーストリア・ハンガリーの二元君主国のツイスライタニエンの一部となった。1918年から1991年の間、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の中のクロアチア社会主義共和国に属した。 行政上、半島は以下の自治体に分かれている。オレビッチ、人口4165人、トレパンチ、人口871人、ジャンジーナ、人口593人、ストン、人口2605人、ペリエシャツ半島の市町村、ペリエシャツ半島と本土の間にペリエシャツ橋を架ける計画がある。しかし、将来、ネウムに貨物港を建設した際に、 貨物船の高さが制限されることになるため、ボスニア・ヘルツェゴビナが反対し、資金的な問題もあって難航している。両国間で船舶の権利と境界が適切に定義されるまで、建設の開始は継続的に延期されている。赤線がペリエシャツ橋建設予定地、12、スタナベニストボプリーマナレッドナスティ、P.O. グレイドビマ、オービシナマ、ポピス2001。 2019年7月15日閲覧。h t t p w w w p e l j s a c i n f o i n d e x h r h t m h t t p w w w p e l j s a c o r g ありがとうございます。